深い眠りにつきたい方は寝る前に5分間やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、寝る前に行う簡単なストレッチ5分間やっていきます。まず結論から言いますと、行うことで深い眠りにつくことができます。まずメリットとしては、筋肉が緩む、呼吸が深くなる、副交感神経を優位にすることができます。このポイントなんですけども、体幹のストレッチをすることで体の緊張が和らいでですね、深い眠りにつくことができます。まあ、デメリットとしては、無理して伸ばすとですね、少し痛いって思ってしまうので、そこまでやってしまうとちょっと交感神経がね、優位になってしまっては深い眠りにつけませんから、まあ痛くない程度にゆっくりリラックスしてやっていきましょう。注意することは、呼吸を乱さないようにリラックスしてストレッチを行ってください。ストレッチする部位なんですけども、大胸筋と三角筋、ここをしっかり伸ばすことで呼吸が深くなります。次に腹斜筋を伸ばすことで、肺で呼吸もしてますけどお腹でも呼吸してますから、まあ、腹斜筋を伸ばすことでね、呼吸が楽になってきます。あと脊柱起立筋、寝てる間にやはり体っていうのはちょっと緊張もしているので、キュッとね、縮こまらないように体の芯を伸ばすことでリラックスして寝れます。最後に前ももと後背筋、大きい筋肉を伸ばすことで副交感神経が優位にできます。では一緒に5分間やっていきましょう。身を見まねでリラックスして行ってください。はい、まずですね、横になってコの字を作ります。寝た状態で手を上に上げながら呼吸をしていきます。ふーっと息をしっかり吐きます。ゆっくり戻します。一つの動きで1呼吸です。外腹斜筋もしっかりね、伸ばすことができますから、息をしっかり吐いてください。今度はですね、肘を曲げて斜め下に体を持っていきます。これで外腹斜筋を伸ばしていきます。痛くない程度でリラックスしてください。しっかり伸びているのを感じてください。今度は横です。しっかり真横です。呼吸が難しい場合はですね、もう自然に呼吸でもいいです。リラックスしてください。今度は脊柱起立筋を伸ばしていきます。しっかり腰を丸めて、今度は腰を反らして、無理に力を入れなくてもいいですからね、自然に行ってください。リラックスしていいですよ。力を抜きながらゆっくりリラックスしてください。結構脊柱起立筋のストレッチってあんまりしないですよね。やっぱり鍛えるばっかりではね、体が緊張してしまいますので、たまにはリラックスしてください。はい、OK です。今度
今度は前のももを伸ばしていきます。膝を曲げてゆっくり寝て、腰が反れないようにお腹を引っ込めて前のももを伸ばしてください。やっぱり大きい筋肉を伸ばすとですね、体はすごいリラックスしますから、寝る前にねゆっくり行ってください。日中のストレッチと寝る前のストレッチっていうのはやっぱり伸び具合が全然違いますよね。お風呂上がりの寝る前、すごい筋肉が伸びてね、朝の寝起きが全然違ってきます。最後に広背筋を伸ばします。手を遠くに持っていく感じでひねってください。リラックスです。この両手です。両手でしっかり遠くに持ってってください。残り10秒はもう体をね、とにかくブラブラ力を抜いてください。お疲れ様でした。もうそのままね、寝られても OK です。まだもう少しね、話聞こうかなって方はおさらいです。しっかりね、筋肉が緩んだと思います。特に脊柱起立筋なんかはあんまりストレッチしないので、しっかりね、体の芯がやっぱりリラックスできると、体がね、力がズーンと抜けて、寝てる時にやっぱり緊張がほぐれて、少しの時間でもよく寝れたっていうね、朝が来ると思います。でしっかり、やはりデスクワークとかスマートフォンとか持ってると、ここの大胸筋と三角筋がやっぱりちょっとこう内側に入ってしまって、肺が広がりにくくなって、呼吸が浅くなる、リラックスできなくなるっていう風になりますので、まあ、しっかりね、大胸筋、三角筋、初めにやったストレッチ、ちょっと呼吸が浅くなったなーとかね、今日なんかパソコン使う時間長かったなーとか、そういった場合があったら、大胸筋と三角筋のストレッチをすることで呼吸が深くなります。あとはしっかりね、前ももとか背中、胸伸ばすことで、副交感神経が優位になって、リラックスして寝ることができます。まあ、とっても簡単なストレッチでしたので、これはね、運動前とかね、運動後にやるストレッチとはちょっとね、違うゆっくりしたストレッチですけども、日常的にね、体が緊張しやすい方とか、体の筋肉が硬いよっていう方はね、定期的にやってもらえたらと思います。やはりストレッチっていうのは、何かを見ながらとかね、誰かを見ながらやる方が行いやすいです。やっぱり筋トレと違ってね、ストレッチっていうのはちょっと退屈してしまいやすいので、やはり動いているものを見るとかね、こうリラックスした状態を作るということで、ストレッチがね、長く時間できますんで、今みたいにやってもらえたらと思います。リラックスしたよとかね、頑張ったよって方は、よかったらグッドボタンやコメントもよろしくお願いします。 SNS されてる方はよかったらシェアよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.